月か。リンクスのタクです。今日が4月30日ということで、なんか4月もなんだかんだで早かったようなね気がします。慌ただしかった。5月ということでゴールデンウィーク、子供の日ってあるじゃないですか。5月5日に屋根より高い鯉のぼりなんていうね歌がありますけども、これ本当に鯉のぼりの上がり方によって風の強さがねある程度わかるみたいで、鯉のぼりがね約15度屋根より低い状態で上がってる時はだいたい 2,3 メーターの風速、屋根より高い45度以上普通にこう漂ってる感じの鯉のぼりというものは風速約5メーター以上あるようです。なので意外と鯉のぼりでね、あ今どれぐらい風吹いてるんだなとかね意外と分かったりするわけですね。僕が小さい時は大きなね鯉のぼりが上がってるお家がね本当に羨ましかったですね。ということで今日の本題に入りたいと思います。先日ですね MacBook Air 2020という新型機を買ったんですけども、それをねこう初心者向けに、開封解説の方をさせていただいたんですけども、だいたい 1,2 週間ね使ってきたんですけども、動画制作には向いてないなと、ね、思い始めてですね、こちらが先日購入した MacBook Air 2020年モデルになります。ちょっとね僕が1週間使ってみて思ったことを、まあ、あまり難しい話はせず、コンピューターとか詳しい人にとっては退屈な動画だとは思うんですが、あくまでも僕が動画を単純にこんなねカットして音を乗せるだけの編集で使ってみて、なんかいまいちだなと思った点をお話ししてみたいと思います。まずスペックの方なんですが、プロセッサーが 1.2GHz、 クワッドコアインテルコア i7、 メモリが 16GB ということで、1テラ試しに積んでみたんですけども、僕はよくファイナルカットプロっていうものを使って動画を編集するんですが、今ね試しに iMovie で動画の編集カット作業だけねしています。その状況で YouTube 企画に合わせて動画を並べたんですが、だいたいですね8分9分分のね動画をここに並べるとですね固まってしまうなんていうね、そんなに大きくないデータを送っているんですけども、いかんせよく止まる。これがファイナルカットプロに移りますともっとね固まってしまうという状況で、10分以上の動画を作ろうとなると結構手間暇かかるなといった印象がありました。この SD カード挿すところもないので、別にねこういうアクセサリーを買わないといけなくてですね、今回僕は試しにサテチのね Apple 使う方はねよくこのサテチさんのねこんなアクセサリーを買う方も多いのではないでしょうか。ここにね SD カードとかを入れるといったものですね。これをここに挿してですね動画を取り込んでいるんですが、 iPhone とかであればね AirDrop ですぐにね動画を送ってちゃちゃっとものの数分でね動画を転送することができるんですけども、この例えば GoPro とかで撮影したものをですね SD を挿してそこから取り込むことが多いので、ちょっと手間かななんてね最近思っています。 iMovie で動画をカットして11分10分になってきますと、書き出しでその2倍ぐらいね時間かかりますね。20分ぐらいかかります。 MacBook Pro 2019年モデルを使っていた時は書き出しがね約10分程度の動画であれば 4,5 分かからずに終わるといった感じでしたね。ちょっと MacBook Air はやっぱり書き出しに時間がかかるな。まあ今2020年の4月なので、まあ、そのうちね MacBook Pro の新型機14インチが出るんじゃないかとかね結構噂されてるみたいですが、MacBook Air でこれぐらいの容量積むならやっぱり MacBook Pro 頑張って購入した方が、スムーズに動画作れるのかなとやはり思いました。難しい話は別として、あくまでもね自分が使っていての直感的なね話ではあるんですけども、人それぞれね Windows 派 Apple 派とかねあると思うんですけど、僕はどっち派というわけでもなくてですね、単純に動画ね、まあ、作れたらいいかなっていうその程度なので、はい、何かのね参考の一つにでもなってればなと思います。とにかく書き出しが遅いしカット作業すらちょっとしにくいなといった印象があります。音に関してなんですけども、少しねこもってるなといった印象があります。音がもごもごしたような、クリアな音かと言われたらちょっと微妙かなと。サテチのねこんなアクセサリーを購入したということと、1週間使ってみて何かの参考になればいいかなと思います。